こんにちは。ブラスリーフォードフーズ銀座料理長の星野照彦です。今回は鶏肉の赤ワインビネガー煮を作っていきたいと思います。今回調理器具と専用アプリを連動してプロの味をご家庭で再現できるエスタン級のスマートフライパン、それからスマート IH ヒーターを使用して調理していきたいと思います。それでは早速やっていきたいと思います。じゃあまずはエシャロットの掃除からしていきたいと思います。玉ねぎと同じように皮を剥いてもらって、なければ玉ねぎで代用していただいても大丈夫です。僕たちフランス料理人はこのベルギーエシャロットっていうのをとってもよく使って、ソース、それからサラダ、焼き材にも煮物にもいろんなものに使います。美味しくなるポイントの一つですね。エシャロットぜひ使ってみてください。半分にします。でこのまま切ってもいいんですけど、もう一回半分にします。その方がみじん切りにしやすいですね。こう切っていけば、一発でみじん切りができます。あまりこう潰したくないので、なるべく手数の少ない包丁でみじん切りしていただければいいかなと思います。でちょっと洗い場合少し叩いてください。はい、もうこれぐらいでいいかと思います。そしたらこれは別なバットに出しておきます。そしたらこれで、材料が揃ったので、早速火を入れていきたいと思います。じゃあ早速、やっていきたいと思います。これがスマートフライパンですね。でこっちが、スマート IH ヒーターですね。でこのタブレットに沿って、やっていきたいと思います。じゃあこのボタンを押しますね。 IH ヒーターをの上に置く、ね、準備をしてください。で IH ヒーターの電源ボタンを押してください。で IH ヒーターのスタートボタンを押してください。こう勝手に温度が上昇してきます。でここに、次に鶏肉に下味をつけると書いてあります。じゃあ鶏肉に下味をつけていきたいと思います。いつも通り塩コショウ、両面にかけてください。美味しいだけの塩を振ってください。全面に強力粉をつけます。これが煮込みをする際にとろみに変わるし、焼くときにですね、香ばしさを生みます。これで下味ができました。次へ押します。油を計量して加えると、これオリーブオイルを計量してあります。はい、はい、次へ押します。ここで余熱開始になります。で僕がこれフライパンの温度を220度から240度ぐらいになるようにセッティングしてくださいって、言ったんですけど、デジタル表記で目で見るように見えますね。でもこうやって入れるタイミングが分かるからいいですよね。はい、入れます。はい、皮目から入れてください。レシピにのっとってですね、やっていきます。少しフライパンの上では鶏肉を動かしてあげればいいと思います。はい、ひっくり返す。でこの調理工程は、皮を2分、こっちを30秒っていうようにやったんですけど、何度も何度もひっくり返すことによってこうストレスをですねかけることなく火を入れていきます。そこを一緒にひっくり返す。はい、すいません。じゃあひっくり返します。ひっくり返して2分ですね。本当これ見ながら横に立ってて、あと言われた通りやればいい。少しオリーブオイルを多めに入れてくださいって言った理由はここにあって、ここのフライパンの大きさが決まってるので、 IH フライパンはこのなんて面積が決まってるものに対してこっちでこう食材を対応していかなきゃいけない。その時に少しこう鶏肉が完全に収まらない時がありますよね。それをカバーする意味でも少しオリーブオイルを多めにすることによって
鍋肌までしっかりと油が行き渡るので、きれいに焼くことができます。この音とか見た目とか、泡の加減、蒸気の加減とかで判断してるのとほとんど変わらないような、火加減だと思います。はい、ひっくり返します。鶏の皮をバリッと焼くために必要なことは強火すぎないことなんです。この中火ぐらいで時間をかけてゆっくりと火を入れていく、これが皮をパリッと焼く秘訣ですね。はい、なので皮だけずっと当てているわけではなくて、皮をある程度焼いたら一度ひっくり返して身の方に火を入れる。でその間少し皮を休ませていく。で休んだ後もう一回皮を200度に当ててパリッとしていく、この繰り返しです。だんだん綺麗な色になってます。でこうしてる間身の方にまた当ててますけど、実は皮目が休んでいる状態になります。じゃあ、綺麗な焼き色ついたので余分な油を捨ててます。そうですね、捨てちゃいます。鶏から出る油もあるのでちょっとオイルの量増えてるかもしれないですね。で鶏も取り出します。バターを計量して加えると、そうですね、今油を捨てた状態ですね。こうしていって少し残ってる、まあ、自然な感じです。で少しフライパンにこびりついてますよね。これがソースの旨味になるのでこのままいきます。ここにバターを加えます。はい、ここも温度はもう設定してあるのでガーって焦げることはないと思います。そうですね、バターが溶けていきます。でここにエシャロット全部加えます。そしてここでシレしていきますね。はい、次へ塩一つまみ入れてください。はい、次へ、そしてここから塩を混ぜながら炒めていきます。フライパンの温度は135度になるように設定してあるので、まあ、急激な焦げにはつながらないですね。弱火でゆっくりと炒めているようなそんな状態になります。まあ、こういう時はゴムベラを使うといいと思います。耐熱のゴムベラを使ってください。はい、そしたら赤ワインビネガーを加える。はい、この状態のしっかりと締めてきたアイシャドウですね、ここに赤ワインビネガーを加えます。はい、次へ、ここからまた煮詰めていきます。で赤ワインビネガーを入れることでもう一度ですねフライパンがきれいになると思います。デグラッセって言いますね、こういうのデグラッセ、まあ、煮詰めてる作業なのでここはあまり触らなくてもいいですね。この赤ワインビネガーの水分はいらないんです。いらないというかこの酸っぱいビネガーを食べる料理ではなくてこれを煮詰めた時に残る旨味がソースになる。でここに入れるのが、トマトペーストですね。缶詰になっているものです。ピューレではなくてペーストのものですね。これを入れるとグッとトマトの味が入って、コクにつながります。お、なったのでここで、トマトペーストを加えてよく混ぜると。トマトペーストを入れます。今こういう状態ですね。これ以上煮詰めたら当たってしまう、焦げてしまう直前ぐらいです。ここにトマトペーストを入れます。もうずっと今僕ゴムベラ一つでやってます。でここでフエホイッパーに持ち帰ってちょっと混ぜてもらえばいいと思います。ここに、水とチキンコンソメエール、水です。水オイル顆粒のチキンコンソメです。で次、でここから、少し煮込んでいきます。ソースのベースを整えるわけですね、味を。そしたら焼いた鶏肉を戻し入れます。これぐらいのソースになっています。ここに鶏肉を入れます。皮が上になるように入れてください。次、
で、ここからは煮込むという作業になっていきます。で、時間でだいたい7分ぐらいを設定したんですけども、まあ、しっかり最初焼いてあるので7分ぐらい煮込むとちょうどいいぐらいになると思います。少しスプーンで鶏の皮の方にこうソースをかぶせてあげる。あとはたまにこうひっくり返してあげてください。鶏肉を煮込む時間もこの7分ぐらいに設定したのは、煮込みすぎちゃうと逆に硬くなっちゃうんですよ。もう最初に焼いて、火加減はもうほぼ6割から7割ぐらい焼いた段階で火が入っているはずです。で、あとは完全に火が入るように煮込んでいくわけですけど、煮込みすぎてしまえばやっぱりそれだけちっちゃくなっちゃうんで硬くなってしまうので、あとは煮崩れしてしまうので煮込みすぎない。じゃあどれぐらいがいいのって言ったのは、もうこれセットしてあるんで、まあ、これに従ってやれば、あとはもう本当に時間が勝手にタイマーで教えてくれるんで、やっぱりゴムベラを使って周りは削いだ方がいいですね。乾いてきてしまうので、美味しい料理っていうのは綺麗な料理なんで、見た目も綺麗ですね。フライパンが綺麗に仕上がる。では煮込み終わったので、ここで味付けをして完成っていう文字が出ます。ちょっと味最後に確認します。うん、美味しいです。じゃあお皿に、もう柔らかくなっちゃってるんで、そーっとで、鶏2枚食べれる人は多分1人1枚食べれるので、これで2名分かなと思います。まあ、もう少し付け合わせがじゃがいもとかあるんであれば、これで4人前も取れるかもしれないですね。で、これソースをたっぷりもう全部かけてください。綺麗にフライパンがね、こびりつかないんで、最後の最後までソース取れると思います。ここに最後ですね、緑色付けにパセリのみじん切りを添えたら完成ですね。はい、これで鶏肉のビネガー煮込みですね、赤ワインビネガー煮込みですね。ボナペティ。じゃあ、早速食べたいと思います。まあ、自分で作った料理なんで味は大体わかるんですけど、自分が普段作っているフライパンじゃない、ヘスタンキューさんのフライパンで作ったプレオビネグですね。いただきます。まあ、このフォーク入れた感じは全く遜色ないですね。完全に火が入ってるし、柔らかく仕上がってる。よし、じゃあいただきます。本当に美味しいです。わかんないと思います。これ僕が自分でこれ機械なしで作っても、でこのヘッサンキューさんの指示通り作ってもほとんど変わんないですね。焼き具合、煮込み具合、柔らかさ、香り、味、酸味、ちゃんと再現できてると思います。一回のタブレットを使って見てみてね、どうでした？わかりやすかったですよ。はい、それぐらいだとああいうアプリで自分の工程に合わせて次のことを決めるっていうところの方が、そういう部分に使い方ができました。使い勝手良かったです。なんだかんだ僕煮込んでる間暇になるかなとか思ったんですけど、やっぱりこの料理って作る過程も楽しいし、それをこう間違いのないようにちゃんと案内してくれる、カーナビじゃないですけど、このように進んでくださいって言った通りやっていくと、まあ、出来上がるじゃないですか。その過程を実際こう楽しめるんで、料理が楽しいかなっていろんな人も感じてくれるかなと思います。